こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。こんちゃんチャンネル、こんちゃんです。今日はですね、ちょっと試したかったことがあったので、動画にしてみたいと思います。まあ単純に言うとご飯を炊くっていうところなんですけど、まあほとんどの方がね、メスティンで糖固形燃料をね炊ける人が結構多いと思うんですよ。で、みんなね、猫もシャクシもメスティンメスティンじゃないですか。で、なんて言えばいいのかな、あんまりね、そのメスティンに燃えてないんですよ、私。なので、メスティンじゃないもので、炊けるようになりたいっていうところがあって、ね、普通にね、マナスル使ったりとか、アルコールバーナー使ったりとか、で、ご飯を炊くっていう行為は、まあ問題なくできてるんですけど、この自動炊飯っていうのはね、やっぱりまだできない。で、一時期諦めたんですけど、もう一回ちょっと挑戦してみようと思って、今日やってみたいと思います。で、今日使うものは、要するにそのポケットストーブに、固形のアルコールですね、今日は 25g 使います。で、ご飯を炊くのはこれ、キビ缶の S です。で、お米の方はね、もう研いで、30分ほど、水につけている状態なので、すぐ炊ける状態になってますので、このままね、すぐ炊いてみたいと思います。はい。で、本当にね、自動炊飯したいんで、全く、あれ、なんでしょうね。何にも、火加減の調整とかも、完全に火が燃え尽きるまで、このまま、やりたいと思いますんで、よろしくお願いします。ちょっと月が悪いんだね。はい、つきましたね。はい、じゃあ乗っけたいと思います。はい、ではここからはね、ひたすら時間との勝負なので放置していたいと思います。はい、はい、そろそろね、消えそうですね。あともう 1,2 分で、終わるんじゃないかなと思います。ちょっと匂い嗅いでみましょうかね。焦げたような匂いはしないんで、もしかしたらうまくいってるかもしれないですね。そうすれば、メスティンに頼らずにいけるってことでいいかなと思います。はい、今、火が消えました。はい、では、ここから15分間の蒸らしに入ります。では、15分後にまたお会いしたいと思います。はい、これ一旦切ります。はい、もう15分は十分に経ちましたんで、開けてみたいと思います。さあ、どんな感じですかね。オープン。お、いい感じかもしれない。じゃあ、こんな感じです。いい感じで開けてんじゃないですか。うん、焦げてる匂いもしないから多分大丈夫だな。あ、ちょっと焦げてますね。ちょっと底の方に、うん、こんな感じで、ないですかね。うん、ちょっと底の方が焦げちゃってる。うん。
っていう感じですね。まあこの焚き火缶はね、ちょっとそのアルミ自体はね、そんなに何つったらいいのかな、厚みもねあんまりないから、うん、それゆえに多少熱の周りがいいのかもしれないですね。うん、はい。っていう感じで、こんな感じですね。はい。なので、もうちょっとね、なんか頑張ってみたいと思います。まあこれ屋外に出ると風があるので、ある程度こう軽くって分散されるから大丈夫かなっていう気もしますけど。とりあえず風のない砂ではこんな感じだったっていうことで、はい、じゃあ今日の動画これで終わりにしたいと思います。またリベンジします。失礼します。